本日のメインイベントフライ級5分3ラウンドを行います。青コーナーシューティングジム神戸コードー、赤コーナー吉田道場2011ディープフューチャーキングトーナメントフライ級優勝小島壮太。なお青コーナー小道選手には田中淳様、甲賀流星面様より激励賞が届いております。また赤コーナー小島壮太選手には株式会社グランドエステート代表取締役伊平仁様より激励賞が届いております。レフェリー福田雅人、残り時間1分。
第1ラウンド残り時間30秒。これより1分間のインターバルに入ります。
分33秒ジョン・クリーマンでありました赤コーナー小島聡太選手が勝利いたしました。勝ちました小島聡太選手には株式会社ブランディ牧場秋山様より勝利者トロフィーと勝利者トロフィーといたしましてゲートラン様フルトフルト様よりそれぞれ賞品が贈られます。はじめまして、小島聡太です、今日は応援に来てくださった皆様、まるぎ一番さん、ありがとうございました。小島聡太といえばやっぱり判定判定って言われ続けて、一本競馬できない選手って言われ続けてきたんですけども、今日は一本取れて、みんなを見返せたかなっていう感じなんで、これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。そして、トライ東京が今よりももっとでかいビッグな、選手たちが現れて、もっともっと大きな大会になればいいなと思って、これからも自分を盛り上げていくので、皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の大会すべて終了となります。皆様、本日は長らくご